テツマジロ。どんな動物？テツマジロはアルマジロ科に属する小型哺乳動物の一種ですが、その最も特徴的な点はその口皮です。通常のアルマジロと同様に四肢が短く、地中に穴を掘るのに適した形状を持っています。しかしその口皮は金属でできており、その得意な外観が魅力です。特徴は、テツマジロは通常のアルマジロと同様に小さな目と長い舌を持っています。しかしその最も得意な特徴は全身を覆う口皮です。この口皮は非常に堅固で、金属のような光沢があり、外敵から身を守るために使います。口皮の表面には幾何学的な模様があり、まるで宝石のような輝きを放っています。寿命は、テツマジロの寿命は通常15年から20年程度です。金属の口皮が耐久性を提供し、外部の危険から守る役割を果たすため、一般的なアルマジロよりも寿命が長いです。生息環境は、テツマジロは主に熱帯雨林や草原に生息します。地中に穴を掘り、昼間は穴の中で過ごし、夜になると餌を探しに出てきます。金属の口皮が環境に溶け込むことは難しいため、彼らは主に夜行性です。食べ物は、彼らは主に昆虫や小型爬虫類を食べます。その鋭い爪と舌を使って地中の虫を捕らえます。また、果物や植物の一部も食べることがあります。飼い方は、テツマジロは非常に貴重な生物であるため、飼育は専門家の管理下で行われるべきです。その金属の口皮は独特で美しいため、彼らの保護が環境保全の一環として重要です。自然環境においてもテツマジロを保護し、生息地を守ることが必要です。以上、テツマジロの紹介でした。今後も様々な空想生物の紹介をしていきます。興味があればチャンネル登録をお願いします。